まずあの監督の、まあ、少年時代で見たゴジラ映画の印象とか、監督にとってのゴジラ映画のについてお話をお伺いしてみますか。そうですね、あの初めて見たのは、多分小学校1年の、夏休みの時のキングコング対ゴジラだったと思うんですよ。僕らっていう雑誌を毎月買ってたんで、そこに今度のゴジラはキングコングと戦うっていうのは特集があって、であのワニ顔の、ゴジラがかっこいいなと思った覚えがあるんですね。で、まあ、これは今残ってるんですけど、自分の描いた漫画で、ゴジラとキングコングが戦って、最後にあの映画ではね、キングコングが最後勝ってるんですけど、僕の描いた漫画は、ゴジラが勝ってるんですね。それはなぜそうしたのかっていうのもちょっとよく思い出せないんだけど、まあなんか納得できなかったのかもしれないですね。その後ぐらいに、多分 NHK でテレビの NHK で昭和29年のゴジラ見てんじゃないかと思うんですよ。だから映画では氷山の中からね、キングコング対ゴジラは出てくるんですけどね、ゴジラは。だからゴジラっていうのは氷山の中から出てくるもんだと思ってたんだけど、その後前作を見て、さらにはあのゴジラの逆襲も見て、なんかだんだんつながってきたっていう風になるんですよね。で3年生ぐらいの頃に、モスラ対ゴジラとか、三大怪獣地球サイズの決戦とかですね、見て、それで、まあ怪獣っていうものの怪獣時代が始まるっていうかね